FM 大阪からお送りしている「マルシェクク」毎週水曜日のこの時間は「ビッグマルシェ」。 1000万人以上のユーザーを持つソーシャル経済メディアニューズピックスとのコラボレーションで国内外100メディアのニュースのほかニューズピックス編集部が作成するオリジナルの記事を紹介していきますニューズピックスの平山さんに来ていただきましたおはようございますおはようございますよろしくお願いします今日のピックマルシェね F1 でもおなじみのイタリアの自動車ブランドペラーリについてですが、はい、今日はちょうど震災橋のところを 通過してこの何場まで来たんですけども、ね、いつものフェラーリのお店が、まあ、ショールームがあるんですけど、はい、そうじゃないちょっとこう派手な感じではないシックなお店がまたできてたのはい、はい、新たにあれ移転したのかなこのとこあったかなと思ったらもともとあったところからさらに5 0ルぐらい進んだところに新しい店舗ができてるということは<ー>それだけやっぱり需要があるから店舗が増えたんだなと思って。 ジーってね買えないけどジーって見てきました。<laughs> はい、そうなんです。あのフェラーリねもう車も大人気なんですけど、はい、実はですねあの2015年にあフェラーリって上場してましてまあひたすら株価もね右肩上がりということであのビジネスとしても非常に注目のフェラーリなんですけど今日はちょっとそこをね話していきたいと思っております。はい、でフェラーリですね時価総額はだいたい13兆円ぐらい。わあ。でこの時価総額自体は自動車メーカーとしては トヨタテス,ラにつく世界あテスラ、トヨタに続く世界3位,3位、はい、のグループなんですけど、えー、とアメリカのです、ね、シティグループっていう金融機関がですね、うん、今後も値上がりが期待できる欧州の7銘柄スーパーセブンっていうものを選定してるんですけど、はい、まあそこにもフェラーリは入ってるということで<ー>金融業界でも注目されているというのがフェラーリなんですけどただ、フェラーリですね実は自動車業界で見ると本当に極小のニッチメーカーなんですよね。うん はい、で生産台数はトヨタのわずか1000分の1ぐらいしかなくてただ、ですねビジネスモデル的にはもう他の自動車メーカーのかなり先を行っているというところでフェラリアの世界でおよそ7万5000人の顧客を抱えているですけど <laughs> でも、この人たちがすごいのよ。はい、そうなんです 1>, ね1個のもそうだしもう、はい、もう超富裕層の方しかいらっしゃらないというところで、うん、まあそのお客さんの管理もしっかりされていて<ー>もう人気モデルは常に完売であお金を積まれてもお断りするっていう仕事になっているとこっちは買いますよって言ってるのはい、ごめんなさいないですってい、はい、お金もありますと言ってるんですけど売ってくれないというような感じが、まあ、フェラーリになってまして、はい、でフェラーリで先ほど言いま,言いましたうお客さんも少ないんですけど、えー、と年間の販売台数1万3663台。 しかないのしか作ってないんです。<ー>でトヨタが1,109万台フォ、はい、ルクスワーゲンが924万台テスラが180万台、まあ、テスラでも180万台ぐらい作ってるんですけどフェラーリはえーと万 3, 台ぐらいですねもう本当にこんな数しか作ってないのにってところなんですけどまあその収益性はもう全く違っていてですね、はい、フェラーリ1台あたりの平均価格っていうのが出てましてこれオプション料とかも含まれていていおよそ5,994万円。 これ平均ですよ。アベレージが平均,平均ですまあまあ約六千万円ですね。はい。でモデルごとに見ると日本市場に出てるもので言うとエントリーモデルがローマというモデルになってまして二千八百七十万円から。からが怖いんですよ。はい、ここからなんです。<laughs> はい。から。あの何にもない普通のモデルがからで二千八百七十万円。うん。SUV モデルもえっ、ー、と四千七百六十万円。うわー。で限定車とかになってくるとデイトナ SP3 って名があるんですけどこれ二億六千万円から。一台でしょ。はい。 2億何円かんやつけたら3億ぐらいなるんですそうですね、はい、でフェラリーですね、平均して1台あたりおよそ1600万円ぐらいの営業利益稼ぎ出すと。 言われてまして、まあ、これ、トヨタと比べると大体30倍から50倍ぐらい儲けを生んでいるっていうのがいなのでこれぐらいの少数でもいけているというところなんですけど、はい、えとフェライリですね2015年におよそ7000台ぐらい作ってたんですけど2019年に初めて生産台数1万台を超えて現在で体1万3000台ほど作っているということで。ででも少ないですよね、はい で売上高とか利益率、この生産台数を上回るペースで伸びているというのがあります。<ー>でその背景にあるのが3つぐらいありまして、1つが、ね、販売する車両のラインナップは増やしてるんですよ。ただ、すべてを少数しか作らないということで、はい、あと単価の高い車の比率を上げているというところが、売上も利益も伸びているというところで、でね、あと2つ目がですね、あの最近オーナーの自分好みの色とか素材、パーツ、カスタムできるところをかなり増やしてまして。 あのフェラーリ購入されている方の話ではディーラーの営業担当者の方は大体、うん、1>, いい1台あたり1000万円のオプションを受注することが目安になっている <laughs> すごいですね、はい、ね<え>最低ラインがのローマの2870万円からなんですけど、はい、そっから 1, 万円販売の営業さんはそれにプラス1000、はい、万円ぐらいはオプションつけてもらおうっていうスタンスで販売をされているっていうでもまあこれもいりますよねとかあとタ,タイヤのねほら フェラーーリのマーク、はい、とか色はやっぱ赤ですよねとか言われるとあじゃあそうしようか <laughs> ってなっちゃうのよ。なのでこれが結構あの値段が上がって、まあ、あくまでも店頭についている車両価格は出発点でしかないので恐ろしいですね、はい、という形になると3つ目があの価格が上がっていっても客離れが全く起きないということであの2013年に一番安かったモデルカリフォルニアっていうモデルがあったんですけどこれ千、うん、あ2000万円目まで買えたんですよ。はい ただですねあの最近の先ほど言ったローマはもう2870万円になってますしこの、うん、10年間で約40%ほど値段が上がっているそすすごいな、はい、そうなうんで,すであの特別な車両とかっていうのはもう作ってるんですけどもうそれはもう複数台持ってるオーナーさんしか狙ってないんであ買いたいですよってでも買えないんだあそうなんですなのでもうすでにもう何台か持たれてるオーナーさんにこういう車今度出ますけどどうです<ー>っていうことをやってるんで そうするとう、ね、またた新しいの出たんだみたいなうわーだってそういう方たちってやっぱ買いたいし欲しいし <laughs>、はい、世界に何台だけとか言われたらそうやっぱ買っちゃうんでしょうねうセレブは、はい。なのでそういうところが、まあ、フェラーリの今のこう売り上げが上がっているところの、まあ、根本になってるところ、うん、っていところであのたそのフェラーリやっぱり効果だけじゃなくてあの希少性をすごく見出してるんで、うん、あのターゲットもしかなり絞ってるんですよね。であの調査会社が世界の富裕層 これあの投資可能金額が1.5億円以上っていう人に絞って世界を見ると2013年から毎年5%以上人が増えてるんですよ、この富裕層が。で今、およそ2280万人いるんですけどフェラーリの主要ターゲット層っていうのはこの,あの投資できる金額は7億5000万円以上持ってる人に絞っていましてえ1.5億円以上じゃなくてそれでも229万人いるんですよ。 世の中ににはねえお友達になりたい二百229万人のうち0.5%前後しかフェラーリ買える人はいないんですよ。まあ限られた人ですよね、はい、なので本当にもにトップオブトップの富裕層の方だけがまあ所有できるっていうところが魅力になってましてでその人数が7万5千人ほど先ほどお伝えした方なんですけどこの一人一人はですねしっかりと管理してまして。はい まあ、多数のフェラーリを持っていると、まあ、ビップに見なされていくわけですよねフェラーリオーナーとしてはいなのであのこのフェラーリの中でのスコアを上げていかないと、うん、なかなか気象モデルを買えないとあれだエルメスの、はい、バーキンですねはいこれ買うには、はい、お洋服買ったりそうです食器買ったりいろんなものを買って買って買ってからのっやっと 買われますかというお話がくるという,う友達が今必死にななっってて、はい、んか正気買ってますそれが大体あの一番安いので <laughs> 3000万円ぐらいからの商品でやってる人たちがいるっていう世界,がうすごい世界でフェ、ねはい、ラーリーの購入っていう世界なんですけどであのこの VIP オーナーたちっていうのは、まあ、う買うだけじゃなくて、うん、所有する車種に応じて例えばレースのイベントに呼んでいただいたりとか<あ>豪華なパーティーの招待が来たりとか、はあ、よく見ますよあのインスタグラムで。はい この間はえっ、ー、と F1 のレースに招待されてました。はい、そうなんです。なので F1 がまあ毎年ねど世界各地で開催されていて、うん、そこに招待される方もいるというのがう、ね、まあフェラーリのビジネスモデルなんですけど、まああの全体像ですね。こうフェラーリ見ていくと、もうこの事業のコアっていうのは三点あって。 あのトップブランドを継承していくっていうことこまず一目なんで,す、ねうん、であの創業者エンゾフェラーリという有名な方なんですけどこれレースに命をかけた人としても有名でして、まあ、1950年から、えー、F1 グランプリに参戦していまして、うん、ずっと今トップブランドとしてやっている、はい、で、えー、っと昨年にはですねル・マンに参戦してあ再参入してですね優勝しあ優勝しまたのやっぱこういうレースで魅力的な、はい こう伝説を作り続ける、その一つあるっていうのがフェラーリーですね。で、二つ目が、えっ、ー、と、製造技術と芸術性というところですね。で、あの、こだわりのエンジン設計の製造とか。あの、甲高い音というか。うん、って言われると、すごいですよね、はいはい。あれをちゃんと作り上げる、こうね、あの、エンジンを作ったり。はい、あと、加速がいいモデルを作ったりとか、うん、あとステアリングですよね。ハンドルの素材とか、こだわったりとか。と そういういこだわりをあの最高のドライブ体験のためにこう職人芸を費やしているっていうのもしっかりと細部までやっているっていうのが、うん、あの一つフェラーリの特徴で、うん、あと先ほど説明した富裕層の顧客管理ですね。はいはい、で実はです、ね、フェラーリあの新しい新車買いたいですっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、新車購入者のうちなんと75%が既存オーナーであると。あ すごいですね、はい、もうだから買ってる人に次これどうですかっていうそれはい、そほぼ買うよね、はい、でオーナーさんもたくさん買わないとビップになれないんでかじゃあ買うみたいになっちゃう、はい、なので,でも75%が既存オーナーなので残り25%がまあ新しいお客さんになれるんですがっていう話のことをしっかりと顧客管理をされているっていうのが あるんですねなのでやっぱりフェラーリは一台売り切りっていうわけではなくてやっぱフェラーリの沼にはまった富裕層の皆さんがコレクションしたくなるようなものを作り続けていると。なんで結構だからもう明確なんですよねターゲットは明確なんで作るものも結構尖ったものを作れりとか。尖ったもの好きなのよ富裕層って。ああいうやんちゃなょっと。まるさんこれ買うだろうなみたいなフェラーリを作ったら必ず売れるっていうのがあるんでそこをしっかりとやってると。 でまあ、高級スポーツカーって生産するところってフェラーリだけじゃないんですよね例えばランボルギーニだったりとかポルシェだったりとかアストン・マーチンっていうブランドもありますけど、うん、やっぱこの3つ、えー、とブランドの継承してたりとか技術をすごいとかあと顧客管理しっかりしてるとか、はい、でこれ全部兼ね備えてるのは今のところやっぱフェラーリしかないというのが<ー>まあフェラーリの魅力だなというところなんですね。 逆に言うとこの3つのどれかが崩れていくとまあフェラーリにとって最大のリスクになってくるんじゃないかとも言われてましてまあ直近で言うと例えばあの若い方若い富裕層の方も増えてきているんですけどまあ今後そういう人たちがフェラーリのオーナーになっていくはずなんですけど例えばガソリンっていいんだっけ環境にっていうようなじゃ乗らないかやっぱり電気自動車の方がいいんじゃないのかなとかハイブリッドの方がいいんじゃないかなというのもまあ若い世代は言ってくるので。 逆にフェラーリはそこも考えて今ハイブリッドも出しているし例えば SUV っていうのもさっき紹介しましたけど、はい、やっぱ若い方に人気なので,で、ね、フェラーリブランドの SUV も出しますしっていうところでまあそこも抜かりなくやっているただ今後そういうところにちゃんとフィットしたものを作っていけるかっていうのはフェラーリにとっては課題ではあると言われてますうん、うん、フェラーリあの神戸のちょい悪る親父たちが集まるイベントの時にホテルの前にこう並んでて。はい そそういううういい方たちそういうねフェラーリとか好きなのどうぞ乗ってみてくださいということで今日の番組のディレクターとちょっと乗せてもらおうかって言って乗ったんです、はい、そしたらものすごく車高が低くて前見えないこれみたいな、はい、あれ運転してるのすごいと思うそうですよねかなり低い位置で、ね、普通の車から比べるともう相当低い位置を走っている、うん、でなんかあの結構そのエンジン音もすごいですし硬いですよねボディがそが乗った時の、はい、これ スーパー行けないじゃん <laughs> スーパーパ行く人いねえかフェラーリでまず、あ、私人生で一番フェラーリをたくさん見たのはあのドバイですあ、はい、ドバイのホテルの前は大体泊まってますね普通にだからみんな乗るんでしょうねあちらのそうですね、まあ、やっぱり富裕層が <laughs> 富裕層が多いので <laughs>、はい、多いので見たことないような、はい、あとねフェラーリはね結構ね国別の,あの発売する台数もね結構 あ,あの中国とかは富裕層いっぱいいるんですけど、はい、フェラーリあえて中国の販売台数増やしてないんですよね。へえ、じゃあ中東は多いのね。そうですね。そういういろんなところにこバランスをうまく合わせていってるっていうのも。あるかもしれないですね。カメムシ色とかね。オレンジ、紫、あんま見たことないぞっていうのが。たくさん並んでました。はい、まあ、あの夢を買うんでしょうね。皆さん。はい、やっぱりロマンですよね。ね。 買うんですか平山さんはいや無理ですねこれはね <laughs> あの買うレベルにも達しないっていうところですね <laughs> でも私たち唯一買えるのは <laughs> 株です、ね、フェラーリの株は、ね、あの一般的に売ってますんでそうですね。はい、あの車の女にはなれないですけど株主にはなれると、うん、なれます夢があります <laughs> はい。ということで今日はフェラーリについていろんなお話をしていただきましたありがとうございますピックマルシェ音声を YouTube でお楽しみいただけますマルシェのホームページにピックマルシェのバナーがあるのでここクリックしてください過去のオンエアデータも YouTube にアップされていますそしてニュースピックスアプリで記事を探す場合はカタカナでピックマルシェと検索をして今日のフェラーリの記事も読んでくださいこの時間 時間はニュースピックスの平山さんにお話をお伺いしました。